丸くなっているもの、スパイラル型鼻くそですね。こんにちは、ベビーチューブのさやです。買ってよかったベビーグッズ、今回はベビー綿棒。大きく分けると先の部分が丸くなっているものとモコモコになっているスパイラル型があると思うんですけど、私は断然スパイラル型のベビー綿棒を使ってました。お風呂上がりに赤ちゃんの耳掃除をしていたので綿棒をよく使ってたんですよね。普通の綿棒だと大きすぎるし、先が丸くなっているベビー綿棒は汚れが取りにくいし、私的にはこれが一番汚れが取りやすくてよかったです。このタイプは100均にも売ってあるので、機会があれば試しに使ってみてください。あと他の使い道はおへそのケアとか鼻のゴミ、鼻くそですね。ベビー綿棒は赤ちゃんのケアにとっても重宝したので、私にとって買ってよかったベビーグッズです。綿棒にも意外といろんな種類があるので、ママが使いやすい綿棒を選んでみてくださいね。